こんにちは、マキちゃん。僕は今、生まれ故郷の北海道にいます。いやー、やっぱ北海道はいいですね。安宿はあるし、食べ物はうまい。と言っても、僕の場合、コンビニ弁当がほとんどだけど、とほほん。だけど、マキちゃん、この大空の下で食べれば、何食べても美味しいんです。そうでもないか。美味しくないものは美味しくないかな、やっぱ。今僕のお気に入り弁当は某コンビニのスーパーエビ天獣。タレと具の相性が抜群でめちゃ美味。残念ながら期間限定。それからマイナーだけど、ハッカワストアの焼き鳥弁当もなかなかいけますよ。な、あとこっちにはセコマートってのがあってね。そこには70円のジュースが売ってます。味は決して120円のジュースに劣りません。一般の120円のジュースも119円で売ってます。えらい。やっぱ北海道はいいでしょう。フィクション。だけどまだ少しばかり寒いです。風邪ひいちゃって鼻が詰まって苦しいです。とよしよし、20番空いてる。コンビニ弁当はスーパーエビ天獣を食べ続けてる僕ですが、本職のスロットで打ち続けてるといえばこの大花火です。こいつの場合、ゲーム性もさることながら日本全国どこでも設置されてるという安心感があります。しかも客付き良好だから設定にメリハリがあってグッドなわけですよ、マキちゃん。それにね、知り合いのプロが言うには、彼らはこの大花火がお好きでないようなのです。フォースリールのうざさと確率の悪さから敬遠してるみたいです。いやー、だから大花火の島って技術レベルの低い人が多いんです。ま、そんなわけで僕はこの大花火を打ってるわけなんですよ。はい、収支の方もいい感じで、今まで一番稼がせてもらった BMAX をしのぐ勢いです。初めてのマイナス収支を記した先月もこの大花火に限ればプラス収支だったのです。けどね、マキちゃん、僕だって最初から勝てたわけじゃないんですよ。初めて打った時はわけのわからぬまま負けちゃいました。ガイド読んでも食える気しなくてしばらくは打たなかったんだけど、開眼したのはその1ヶ月後、福島県愛知で何気に打ってた時です。たまたまその時は出てたんだけど、ビビビッと来たんですよ。 BMAX にとって変わる機種はこいつしかないってね。ノリ的にもビーマに近かったしね。で、僕はそのまま愛知で打ちまくっちゃったわけです、1ヶ月間も。いやー、というのもこの愛知は換金率に10日から8枚まで幅があり、有料店も多く立ち回りやすかったんです。ナイスな健康ランドもありますしね。今まで全国の大花火を打ってきましたが、ここはベスト3に入るでしょう。大花火を開眼させてくれたこともあり、とても思い出深い土地ですね。それ以後はもっぱら大花火ばかり打ってる次第なのであります。と言ってもたまには他の騎士も打ちます。この間も乾杯に浮気しちゃいましたしそうそう、思い出深いといえば愛知県の大市です。僕がいつものように健康ランドに宿泊してた時のことです。どうしました？実はこの数日前から具合は良くなかったのですが、いやー、あの時は焦りましたね。本当に死ぬかと思いましたよ。助かっても保険証ないし、莫大な治療費を請求されるんじゃないかと。そしたらただの腎臓結石だって。ただのってことはないけど、別に手術もしないで注射と座薬で楽になっちゃいました。お金も1万5000円ほどで事なきを得ました。翌日にはピンピンして早速打ちに行った次第で、そしたらこれが9600枚ほど出ちゃって10万オーバーの大勝ち。この記録は現在の僕の大花火ナンバーワンなのです。したがって大志もベスト3に入れちゃいます。ベスト3を2つ上げちゃったので残り1つも上げときましょう。残り1つ、
それはやっぱり今打ってる北海道のここ T 市です。実はここフェリーに乗るために来たんだけど、は？今ピキって言った？あれれれれ、なんだこの違和感。大市での例もあるので大事に至る前にと思い耳鼻科に行くと。十字炎だね、しばらく通院ね。え？てなわけでしばらく滞在することに。やっぱ体が資本ですから。はい。しかしこれが美味しいところだったんですね。災い転じて福となるとはこのことです。三連ドンちゃんですら発想としない人や、鍵屋のランプがついてても入ってることを知らない人までいるのです。こちらの方はほぼ全店灯火交換なのですが、こんな状況だから設定悪くないんですよ。ラッキー。おじさん、それ入ってるよ。え？とは言ってもそうそう高設定があるわけでもなく、大選びは慎重にしないとね。で、僕の最近行く灯火での立ち回り方はやはり基本はブルルンチェック。設定上げ臭い数台に当たりをつけます。理想は3日ぐらい続けて出てない台のブルルン。しかしブルったからといって出る保証はありません。同じ設定に打ち直すこともあるし、2万も打ってダメなら諦めます。ダメだこりゃ。当たりをつけといた別の台が空いてればそいつに移動。よしよし、20番空いてる。それでもダメならお次の狙いは島1番の台。総回転数と大当たり回数から確率出しちゃったりして、これは遅い時間帯になるほど当てになりますよ。それがなければ店ごと移動ですね。やりました、マキちゃん。投資3000円でビッグです。もちろんこの台も午前中にブルルンチェックで当たりをつけた台です。あちゃー、残り27ゲームもあんのに2度目のボーナスインだよ。一般的には3度目のボーナスインで外しをするものなのでしょうが、僕は人に自慢できるヘタレなのです。後がないところでの外しなんて、そんなプレッシャー僕は耐えられません。したがって外しは2度目からやっちゃいます。ふん、やりました、マキちゃん、成功です。あれ、外し成功と同時に鼻も通っちゃいましたよ。なあ、気持ちいい。あっという間に3連チャン。本日も絶好調です。外しの方も絶好調。また外しか。見てるよ。また見てる。やりにくいな、もう。ああ、なんか嫌なのが隣に来ちゃったな。これじゃせっかくのいい台も気持ちよく打てやしないよ。また見てる。ただの外れだよ、もう。ったく、予告音のたびにいちいち見んなよな、もう。こいつが来てから連チャン止まっちゃったし、別の台に移ってくんないかな。しばらく無理だよな、やっぱ。ああ、ガムを紙に包まず灰皿に捨てちゃって。あったく！なんだ？このクソ台が！限界です、マキちゃん。僕は普段人がどう打とうがその人の勝手だと思ってます。しかし、しかしですよ。彼のこの態度はいかがなものでしょう。さすがの僕も我慢の限界です。台、移ります。だけどマキちゃん、実はこれも最近の僕の立ち回り方の一つなのです。決して逃げ出したわけではないのですよ。レンチャンも終わって少しばかり飲まれたらやめる。粘ったところで出るとは限らないし、逆に大ハマりもあるわけだし。分かってますよ、マキちゃん。プロだったらとことん打つべき台だったかもしれません。しかし僕はヘタレですから。いや、でもいい波の台なら100回前後でもっと連チャンが続くでしょう。そん
な台ならとことん打ちますよ僕だって。ずいぶん出てるじゃないのこの台。総回転数は？うん、隣も問題なさそうだし、本日のナンバーワン台めっけ。総回転数5386で大当たり回数18回、この確率ならかなりいい感じです。どじったかな。このままじゃさっきの勝ち分まで。死ね俺、はあ。やりましたマキちゃん、本日も勝ちましたよ。ちなみに僕の大花火のトータル収支は、いやーやっぱり大花火は美味しいでしょう。これからも当分お世話になりそうです。どうですかマキちゃんも、たまには旅打ちで大花火なんて。立ち回りさえ気をつければ絶対勝てると思います。おすすめはこれからの季節、やっぱり北海道ですね。本日のお宿、健康ランドゆったり、残りの借金あと310万円。マキちゃん、あ、いや、母さん、僕は今福島県の会津に来てます。この町に来るのは今回で2度目です。実は最近またまた収支の方が下降気味で、前回いい感じだったこの有料パチスロ店地帯を再び訪れたというわけです。それにこの町はパチスロ同好会マックスベッドのホームグラウンドでもあり。はいはい、ナナミです。前回の滞在時には仲良くさせていただいたわけで、実は今日もそのマックスベッドの皆さんとのズレスロなのであります。あのガクシさん、はい、もう着きます。どうも、お久しぶりです。どうもどうも。挨拶もそこそこに早速打つことに。デュエルや大花火のコーナーに散るマックスベッドの皆さんで、僕はというとやっぱりこいつです。あの、隣いいですか。ああ、どうぞ。君はまだマックスベッドに入ったばっかりで、ナナミさんのことをよく知らなくて。なんでも旅打ちで全国を回ってる凄腕のプロスロッターだとついさっき聞いて。いやー、凄腕だなんて。僕、メンバーの中じゃ一番下手くそで、今日は勉強させてください。え？見られてると思うと緊張しちゃうんだよな。ま、だけど今の調子なら大丈夫かな。よし、ここは一丁かっこいいとこ見せたろか。あの、だけどあんまりまじまじ見ないでね。はい。あ、いきなりですか。さすが引きも強いな。いやー、来たな。見られてると思うとやっぱりやりづらいな。さすがですね、お見事。いや、大したことないっすよ。実は最近ね、収支は良くないけど外しだけは絶好調で、もう1ヶ月もミスしてないんだ。1ヶ月も？そいつはすごいや。ミニスカートのお姉ちゃんが隣に来なければビタ外しなんて今の僕にはちょろいもんですよ。やっぱプロは違うな。僕なんて3回に1回はドジっちゃうもんな。やっぱ素質が違うんすよね。んなことないよ。僕だって最初はビタ外しなんて全くできなかったんだ。第一、僕の場合は上手いからプロになったんじゃなくて、プロになって上手くなったんだ。え？いや、こう見えても僕だって昔はれっきとしたサラリーマンだったんだ。今もそう見えますけど。もともと東京で働いてたんだけど、その時遠距離恋愛しててさ。だけどそれが辛くて、彼女が住んでる近くで新しい仕事に就いたんだ。だけどそれがひどい会社でさ。このボケ、根性がないのじゃ根性が。1年足らずで辞めた。というより
夜中に窓から逃亡しちゃった。次に入った会社も丸々刑務所のきんぴらはうまかったな。すぐ辞めた。最後に入った会社は社長がバカラ賭博にハマっててさ、嫌な予感がしたんだよな。入社後しばらくしたら倒産しちゃったよ。80万近くの給料未払いのままさ。寮も追い出されて金もねえし、アパートも借りられなくってさ、借金だけはいっぱいあってさ、辛かったなあの頃は。気がついたらコンビニで買った必勝ガイド片手にパチ屋に向かってた。それがパチプロ生活のスタートですか。うん、日銭稼ぐしかなくってね。スロットは何とか打ったことがあるという程度のレベルだったし、寝泊まりは車か健康ランドという不安いっぱいの不慣れだったのよ。まず僕が打った台はユニバのフローズンナイツ。あの台はアルゼ小僧が全く注目してなくてね、外しが効かなかったんだ。逆にそれが素人の僕には好都合だったけど、 DDT は必要だった。めちゃくちゃな影のリーチ目が多い台でやんないとコインロスしちゃう。それに平気でシングルボーナスも取りこぼしちゃう。それでガセリーチ目が出ちゃうんだ。だから一生懸命 DDT したよ。まず左にバーを狙うんだけど、左にはバーが3つもあって苦労したよ。けど慣れてくれば一番黒い部分を目安に押せばいいのが分かった。問題は子役狙いの時。今は何でもかんでも直視できるけど、当時はボーナス絵柄を色や大きさで認識してただけだったからさ。だから子役はボーナス絵柄を基準にタイミング押しするしかなかった。右にスイカを狙う時は今だ。中リールは赤7を目安にって具合にさ。ちなみにこの形で止まればビッグ確定。僕の最も好きなリーチ目、セブンボムリーチ。いやー、今思えばあんなんでよく勝ってたもんだな。勝ってたんですか。うん、結構いい収支で食ってく自信がついたよ。だけどいつまでもフローズンだけ打ってるわけにもいかないだろ。先のこと考えたらやっぱり外しもできなきゃ。それでチャレンジしたのがレッツ。外しをするのとしないのとでは天と地の差がある台だ。最初はやっぱりダメだった。赤7を上段に狙うんだけど、赤7は2つあってどっちだ。けど何度か打ってるうちに、おっ、そしてついに、やったー。泣いたね。でもさ、レッツって中段受けなら2コマ余裕があんだけど、下段受けだとビタなんだ。そうなると難しくってさ。くー、神様、どうか下段受けだけは止めないでください。ビタ外しができるようになったのはタコスロからかな。この頃になると同一絵柄でも全く別のものとして認識できたんだ。複数の絵柄をくっつけて一つの絵柄と捉えることによってさ。タコスローをクリアしてからというものは何でもござれって感じで今に至るわけ。へえ、そうだったんですか。なんか僕も勇気出てきたな。よし。あ、野波さん出てますね。さすがですね。いやー、七海さんってすごいっすよ。1ヶ月間外しミスってないんですって。なんと。なあ、ちょっとそんなでかい声で。あ、げ、こんな時に。まずいな、よりによってこんな時に外しとは。みんなが注目してるぞ。ああ、余計なこと言っちゃったばっかりに。ここでドジったら何言われるかわかんねえぞ。リラックスリラックス、今の俺は絶好調、大丈夫だ。見える、いける、今だ。ああ、今筋肉がさ、なんかつっちゃってさ。ここんとこがね。あれどうかしましたか。誰も何も見てなかったのね。とほほ。
結局この日僕はマイナス6万4000円の大負け。敵はミニスカ姉ちゃんじゃなくてマックスベッドの人たちでした。つうか自分自身が敵でした。とほほん。母さん、どうやら僕はまだまだ修行が足りないようです。うまいの、あんたプロになれるよ。あのお客さん、ゲームコーナー終了の時間なんで。ああ、はいはい、よし、明日は絶対勝つぞ。それにしてもこの健康ランドのパチスロの充実っぷりはすごい。レストルームもテレビが一席に一台ずつついてグッド。割引券があればもう最高なんだけど。本日の泊まり、一期健康センター、評価星4、残りの借金310万円、先月と変わらず。誰だろう。はい、ナナミですが。おはようございます、黄色い看板のミスですが、昨日の返済予定日に入金がなかったのですが。え、そんなはずないですよ。僕は昨日、昨日返済したのは黄色い看板じゃなく、お地蔵さんが立ってる赤い看板の店だった。どうやら僕は昨日余計な返済をしてしまったようです。発揮しってこれは痛い。というのも先月は絶不調で、サラ金各社への支払いが今月の半ばまでずれ込み遅れすぎ、したがって今月は種銭不足状態なわけです。おかげで種銭に余裕ができるまでは車中泊を余儀なくされてるというのに。ちくしょう、これじゃ何のために車で寝泊まりしてんだか。痛い、痛すぎる。痛っ、泣いてて、なんだか体もあちこち痛い。さすがに数日続けての車中泊はきついっす。ぼちぼち足を伸ばして寝たいな。今回僕がお邪魔しているのはトキで有名な新潟県の佐渡島です。去年の夏に続いて2度目です。佐渡島は島といってもかなり大きく、モスバーガーもあればミスタードーナツもあるし、洋服の青山にツタヤ、それにサラ金各社の ATM まで、しかもパーキング完備、もちろんパチ屋もバッチシ。しかし残念ながら一つだけないものが、それは健康ランドです。これさえあれば僕にとって完璧な街なのですが、いや、だからこそ僕はここに来たのかも。でないと、いくら種銭がないからといっても連日車中泊はできないっすよ。もう31だしね。で、こちらでの僕の立ち回りはというと、機種はお決まりの大花火。やり、またまた連チャンだ。この台は高設定に違いない。よし、今日はとことん勝負だ。はあ、やっぱやめちゃおう。プロらしくない立ち回りかもしんないけど、粘ったところで出ないのよね、最近というか佐渡島。それになんせ種銭が乏しい身だから、飲まれるのが何より怖い今日この頃なのであります。とほほん。ま、このヘタレやめのおかげかどうかは疑問なんですが、結果的には今月は現在のところプラス収支。しかし余裕のある種銭額、できれば30万にはまだまだです。今日あたりスカッと大勝ちしたいところだね。ん？マジ？ラッキー！よーし、今日は一気に車中泊ともおさらばしてやるぜ。どっちにするかな。普通に考えれば無制限だな。けどそれじゃ面白くないもんね。やっぱ超でしょう、超超高設定だけど、それを鵜呑みにしていいんだろうか。いいんです。実は去年もこの店で BMAX で同じイベントが行われて、そん時はめちゃ出ししてたんですよ。
あれは間違いなく超高設定でした。したがって今日の大花火も下手すりゃ6も入ってるかも。だってこの店6枚交換の癖して1回交換だなんて、やっぱり入ってんじゃないの。よしやるぞ。6が入ってるとしてもせいぜい2台。気をつけなくちゃいけないのは外れ台を引いちまった時だな。はあ、6000円で初ビッグか。とりあえずメモっとこ。やり、今度は2000円だ。いい感じになってきたんじゃないのと思いきや、なかなかうまくはいかないもんで、次のビッグまでに8000円、その後も8000円、9000円、13000円、4000馬券、6000円。やっぱ1回交換は投資がかさむな。早くもトータル56000円の投資だ。まあだけど7回ビッグ引いてるわけだから、1ビッグに対しての平均投資は8000円か。ってことはトントンぐらいか。ちょっくら計算してみっか。6枚交換でトータルの換金枚数が、あれ76000円、プラス16000円だ。意外に勝ってんじゃん。まあプレイ数的にはハマりもないし、これ結構いい確率なんじゃん。233.3分の1。これってまさに設定6ペースじゃん。7回のビッグじゃデータ不足だろうけど、他の客も出てる様子はないし、本当に設定6があるとしたら、最も可能性があるのは俺の台じゃないか。よし頑張ろう。もし6だとしたらぼちぼち連チャンしてもいい頃なんだけどな。コンスタントに当たってる割には50ゲーム内に来たのは一度だけだもんな。やり、連チャンだ。やっぱこの台は6だ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 。違う、やっぱ6じゃないね。これトータル10万以上ぶっ込むも、後半は化けのオンパレード。やっぱ失敗だったかな、このコーナー。無制限の方が全然出てんじゃん。結局本日の収支はというと、総額投資132000円、換金123400円、収支マイナス9600円、ビッグ確率は設定2から3ってとこすかね。6なんてほど遠いもんでした。とほほ。ちなみに超高設定コーナーの平均設定はというと397.9分の1。といや、あんたちょうど設定2じゃありませんか。どういうこと。ま、前回も出してたことだし、今回もたまたまなんだろうけどさ。それにしてもさ、この条件でこの程度の負けで済んだわけだし、よしとするか。それにビッグ12回中6回も2パンしたのに平均594枚獲得した俺ってすごいじゃん。よく頑張ったよ。その夜職務質問された。隣の町で殺人事件があったとかで、おお怖。明日こそ車中泊からおさらばせねば。まあ職務質問のことはいずれまた詳しく話したいと思います。本日のお泊まり、トヨタカローラバン、エンジン形式 3KHJ 型、排気量 1166cc、 最高出力 67PS 5800rpm、 最大トルク 9.4kgm 3600rpm、 4速マニュアル、評価星1、残りの借金336万円、26万増。
僕は今久しぶりに燃えているのである。というのも、そもそも僕がこの旅に出た理由というのが、借金返済のためにスロプロになったのはいいが、日々同じところで打ってるとだれてきて、モチベーションを維持するのが困難になり、気分転換のつもりで少しずつ遠出して打つようになったのがきっかけだ。そしてそのうち、どうせならスロットで全国制覇してやろうという欲が出てきて、現在に至るわけである。しかしそれは完全制覇ではなく、あくまで準完全制覇しかできないのである。というのも、打とうにも打てない、つまりスロットの存在しない県が存在したためである。そう、三重県である。したがって当初、僕は三重を除いた46都道府県制覇を目標にしていたのだ。しかし、ついに7月下旬、三重県にパチスロ初導入の運びとなったのです。おめでとう、三重県さん。したがって僕の目標も、日本全国46都道府県制覇から47都道府県完全制覇となったわけで、僕は今とってもやる気満々になっちゃってるわけなのである。よし、やるぞ。7月初頭、佐渡島でなんとか種銭を確保した僕は、来るべき7月下旬の三重に向け、久しぶりに本土の土を踏んだ。三重に向けて、なんとか今月は大きく弾みをつけないとな。強いてはそれが全国制覇、借金全額返済につながるのだ。頑張るぞ。うん、ではまずは長野から。てな具合で、今月僕は走り出したのである。とりあえず長野に向けてが、やっぱ富山行こうと、なんとなく北陸道を直進する僕。いやー、このいい加減さが旅打ちの楽しいところでもあるんだな。しかし富山では振るわず、その日のうちにやはり長野へ。はあ、何してんだかな。こんなんで本当に今月大丈夫なのか。ま、なんとかなるでしょう。僕は本当に借金を返す気があるのだろうか。八枚交換地帯、長野県長野市。ビーマだ。よし、一台確保。っていうか、確保するほど人いないじゃん。ん？データロボもどきだ。あの、すいません、会員カードの手続きをし、しかも札幌の人なのに DM を送ってに丸をする、迷惑な僕。さあどうかな。はい、1番消えた、次2番も消えた、次。あれデータロボと違って上下プラスマイナスが逆なのかな。ああ、店員さん。あ、ここさ、8枚交換だよね。はい。払い出し率マイナスの台が多いんだけど、おかしくない？データに間違いはありません。たく、僕が店の良し悪しを判断するのは、まず客付き、それからデータロボがある店では平均設定とその設定にメリハリがあるかチェック。出てる台がある場合は、出てない台もないと安心できないのだ。そして狙い台は、2日間出てなくて3日目に上向きな台の設定据え置きが理想である。どうやらこの店は外れだったのだ。一応買った分のコインを消化し、別のホールへ。よしよし、ここは客も多いし、データロボもあるぞ。うん、まあまあかな。まずまずの出玉にメリハリもある。お、この大花火いいじゃん。よし、こいつだ。大花火の36番台は、ん？レディースデー。大花火の半分が女性専用だ。どうしようかな。ん？残りの野郎用の台には目星台はなく、困った僕はなんとなくアラベスクへ。なんだかいい加減な立ち回りだな。とはいうものの、最近の山佐の台は技術介入度が高い割に、フリー打ちの人たちが多く、甘い台が多いんだよね。
だから基本的に低設定の多い大花火よりも狙いだったりするのよね。そして投資2000円でビッグよしが2時間半打ってヘタレやめ、負けはしなかったもののプラス1万400円じゃね。8枚交換でこの立ち回りじゃいかんよね。良い子は絶対真似しちゃいかんよ。分かってんならするなっちゅうの。しかし僕はこの後もこんな調子で打ち続けてしまったのであった。したがって一向に収支は伸びないまま月後半に突入してしまったのである。そして気がつくと僕は北陸東海地区を一周していたのである。ガソリン代かけすぎ、まずいな。月最低でも30稼ぎたいのに今月まだ15万程度だ。なんとかせねば。石川県金沢市。頼むよ、今日は出てくれ。この台は DDT、 外しともに効果抜群。マイプレイ一周で止められるリール制御も気に入っているのだ。それに今月は少々やられているというものの、先月までなら僕の時給換算ランキングでは大花火を上回る堂々2位にランキングされてる。とても相性のいい台なのである。ん？頼むぞ。よし！外しは下段ならチーパを、上段なら青七を早めに。よしよし、まずまずだな。さあ、レンちゃん頼むぜ。よし、レンちゃんだ。よしよし、いい感じになってきたじゃないの。最近の俺ならヘタレやめしちゃうところだけど、今日はとことん打たしてもらいますよ。少しでも多く稼がないとね。しかしなんでこうなるんだよ。波激しすぎ、つーか怪しすぎるぜカンフーレディ。結局今月の収支はというと、やはりもっと大花火打てばよかったと。本日のお泊まり、寝てる暇などない。一刻も早く三重に向かうのだ。残りの借金329万7万元。